はい、今日はエクセルホテル東京に、泊まりたいと思います。こんな感じです。こんな感じで、フロントが16階フロントが16階になってます。綺麗ですね。で、右側が、ロビーですね。あ、フロントですね。今日ちょっと曇ってますけども、なかなか景色となっております。こんな感じでロビーがこんな感じとなっております。ですね、やっぱり新しいところは気持ちいいですね。ビリケンさんもいらっしゃいます。はい、こんな面白いですね。グリコの絵がありますで、逆側は高速が走ってるみたいですね。下はこんな感じですけども、ちょっとね、曇っちゃってますけどね。下にはなんか神社がありますね。なんかこれもね、なんかお寺っぽいんですけど、立派な、ちょっとお部屋に行ってみましょう。レセプション16階、17階がレストランスカイループ。こんな感じです。なんとここにもビリケンさんがいらっしゃいます。すごいな、ビリケンさんです。ちょっとお部屋行きましょうか。まだね、掃除してるところもあるみたいですけども、はい、じゃあ入ってみたいと思います。いいんじゃないですか。結構これ床がこんな木の床になってます。おしゃれですね。これおしゃれです。でこんなでかい鏡が、でかいな鏡、洗面所がこんなになってかわいいですね。こんなとこに洗面所があるんですけど、
素敵なお部屋ですね。なかなかですよ。絨毯こんなんで可愛いですね。やっぱ新しいところは気持ちいいですね。真正面がバーカウンターで、テレビがあって、すごいね、こんなくつろげるソファーがあるんですね。これもベッドみたいで、なんか寝っ転がれますね。おしゃれですよ。景色どうなんでしょうかね。ここになんかバーカウンターみたいなお水もあって、ご自由にお召し上がりくださいということで、景色どうなんでしょうか。ここは14階なんですけども、いいじゃないですか。窓はちっちゃいんですね、ここは。窓はちょっと小さめです。でもね、ちゃんと景色見れていいですね。なかなか。こんな感じです。窓側から見ると、このソファーでかいですよね、これ。ベッドみたい。すごいんですけど。ねえ。すごいですね。で、グラスとかもちゃんと置いてあったり、マグカップと。で、ここは冷蔵庫は何も入ってない。自分で買ってくださいという感じで。デポットがあるんですかね。氷入れるやつと。素敵ですね。なかなか。でかいですね。キングサイズですね、これ。やっぱ気持ちいいですね、新しいところは。お風呂。こうやって開けるタイプなんですね。綺麗ですね。なかなか。やっぱり新しいからね、気持ちいいですね。で、こっちがトイレでしょうか。なんかね、結構和を意識してる感じで、やっぱ床がこういうの、木なのは気持ちいいですね。なかなか。でかでかいでかいです。すごいですね。こんな感じとなっております。ぜひとも東急エクセル東急ホテル大阪ですね。ぜひともご視聴ありがとうございました。ツイッター、インスタグラムやっております。Next time!